はい、どうもこんにちは、マシーと、メグとミーです。はい、どうぞ、本日紹介するのはこちら。じゃーん。初音ミク 15th anniversary、村上雄一バージョンです。はい、SPM シリーズで、ミクちゃんの15周年をお祝いするフィギュアが、今、ケイさんと村上雄一さんと、それからスオーさんで、出てるんですけども、そのうちの村上雄一さんバージョンですね。はい。ケイさんのものもね、お迎えしてあるんですけども、ごめんなさい、ちょっとケイさんのやつはね、もう発売してからちょっと時間が経っちゃったんで、先に村上雄一さんバージョンの方をレビューしていきたいと思います。はい。それでは早速ね、行ってみましょう。はい。シーアットミクミンチャンネル。はい、それですね、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。はい、まず正面はね、ゆうじさんの、フィギュアの状態ですね、が大きく映ってる状態になっております。そして初音ミク 15th anniversary という感じに大きく書いてありますね。うん、輝かしい感じ。はい、で一番下の方に村上雄一バージョンという感じに書いてあります。いつも通りね、 SPM のロゴもありますね。はい、横こんな感じになってます。ちょっと別角度からミクちゃん、見たミクちゃんのフィギュアという感じになっていて、後ろはいつも通りの説明書きと組み立て方。はい、持ち込みはこんな感じ、アップになった状態ですね。はい、で上の面と、はい、下の面になります。はい、上の面にね、元のデザインとなったイラストがあるっていうのはちょっと珍しいですよね。うん、いつもだいたいこっち側にあるんですけどもね。はい、じゃあ早速ね、開けていきましょう。はい、開けてみるとですね、中は、ミクちゃん本体と、それから台座という感じになっておりました。ミクちゃんはツインテと、あと腰についてる、マントみたいなところが、組み立て式になってるみたいですね。じゃあ早速開けて組み立ててね、ミクちゃんの台座と本体、それぞれね、細かくね、見ていきたいと思います。はい、でですね、完成しましたね。早速ね、台座から見ていきましょう。はい。はい、まずこちら台座ですね。台座は白い台座に青い文字っていう感じになっていて、非常にシンプルな出来ですね。で、初音ミクと、かなり細い字で書いてあって、うん、でもおしゃれな感じだよね。はい。で、一番下の方に、15周年アニバーサリー、村上雄一バージョンという感じに書いてあります。はい、なるほどね。今回のミクちゃんは、結構重心が前に行ってるっぽくて、穴もね、後ろの方になってますね。うん、まあ、ゆえに文字とか大きくね、周りの方に書いても支障がないっていう感じのデザインになってます。うん。よくできてますね。じゃん、かわいい。はい、こちらミクちゃん本体になります。早速ね、細かいところを見ていきましょう。はい、全体的な出来としてはよくできてるんじゃないかなと思います。はい、さっき実物と箱をちょっと見比べてみたんですけども、個人的には今回実物の方がよくできてるなって感じがします。おそらくなんですけども、目と目の間が、こっち、箱の写真の方はちょっと狭くなってて、実物の方はちょっと離れてるっていうのが原因だと思います。うん。でも個人的にはこっち側の方がいいね。いつもフィギュアの、外箱と実物は、中身っていうか、中身出来だよね、が、入れ替わってるっていうパターンの方が多いんですけども、はい、経験上ね。なんですけども、まあ、今回は、その逆転現象が起きてますね。はい。個人的にはこっちの方がよくできてると思います。はい、じゃあ早速ね、細かいところ見ていきましょう。はい、顔の目のプリントのところとか、綺麗によくできてるのがわかるかなと思います。素敵だね。目の交差の部分とかも、雄一さんのこのね、独特な目の描き方よく再現できてるなと思います。綺麗だね。はい、で髪の毛は、成形色なんですけども、髪の毛はね、一本一本意識したような感じのデザインになっていて、綺麗に造形できてるのがわかるかなと思います。はい、今回髪飾りは王冠と翼っていう感じになっていて、珍しい組み合わせですよね。まあ15周年を記念するからという意味だとは思うんですけども、はい、この変造形もよくできています。これは両方とも成形色だね。で、今回ツインテの部分も髪の毛の部分もね、基本的にはいつもクリアパーツだったりってパターンの方が多いんですが、今回は成形色で、成形されてて、ちょっとぬるっとしたような感じになっていますね。ただ造形はよくできていて、この先っちょがなんかドリル状になってるのもね、で、細かくよく再現できてるんじゃないかなと思います。はい。で、今回は、翼の方が前に出ていて、ツインテの方が後ろに出てるっていう感じのパターンになっております。これはおそらく天使だっていう意味だと思うんですよね。天使の羽の部分を強調したいからっていう理由で、天使の羽が前に出てる状態なのかなと、個人的に推察しました。はい。で、天使の羽の部分が綺麗に造形できていて、
2層な状態になってるんですよね。1枚あってもう1枚奥にね大きいのがあるという感じになってて、この辺のデザインよくできてるなと思います。基本的にこういうフィギュアって、あの天使の羽の部分はなんだ1枚みたいな感じのパターンの方が基本的には多いとは思うんですけども、ちゃんと鳥の羽のような感じのデザインになってて、この辺の部分の造形が細かいですよね。はい、服装の方見ていきましょう。服装はかなりセクシーな感じですね。ね、なんだろう、この服装の部分がさ、ちゃんと胸の形に沿ったような感じになっていて、今回の衣装のカラーも合わせて見てみると、ちょっと下着が見えちゃってるよみたいな感じに見えなくもないんですが、天使ってこんな感じだよね、に考えてみればね。はい、今回かなり天使寄りのデザインになってるんだなっていうのが、改めて見てみ、衣装でもね、見てみても分かるような状態になっております。ただだいぶセクシーだね。この辺とかも開いちゃってるし、でへその部分もね、ちゃんと造形がされてるってことは相当なピッチリな状態だと思いますので、かなりセクシーなデザインだなと思います。はい、でミクちゃんにしては珍しいね、ズボンですねの状態になってます。スカートじゃないんだよねこれね。リンちゃんが履いてるような感じのものになってますね。はい、で後ろ見てみるとこんな感じになっています。マントと羽がね、一緒に造形されているような状態になっていて、今回のミクちゃんは4枚羽みたいですね。はい。天使の羽っていうのは増えれば増えるほど上級天使だっていう風に意味を持つんですけども、8枚とか6枚もね、上級天使なんですけども、今回4枚なんで、まあ中級ぐらいの天使なのかなと思います。はい。いやでもね、羽のデザインもよくできていて、なかなかいいなと思っております。はい。足の方で見てみましょう。ごめんなさい、ライトが落ちました。はい。で、足の方なんですけども、はい、こんな感じになっていて、足のデザインの部分は、ミクちゃん基本的にはニーズなんですけども、今回白ニーズを履いてるって状態で、よくできてますよね。綺麗なデザインだと思います。ちょっとね、緑の部分が、この辺ちょっと散っちゃってるんですけども、飛んじゃってるんですけども、この辺はご愛嬌ですね。ミクちゃんが今回、胸と腕と足につけてる、あと腰のね、多分、いつも腰につけてるあれを意識してるものだと思うんですけども、はい。緑の部分はメタリックカラーが使われていて、メタリックエメラルドグリーンという感じのカラーになってます。かなり綺麗にできてますよね。この光に反射する感じがなかなかいい感じになっております。はい、この辺もねちゃんと細かくよくできてていいなと思います。白とね緑色のカラーという感じでね、実にねミクちゃんと天使をねうまく融合させたような感じになってますね。素晴らしいなと思います。今回肩の部分は01の刺繍の代わりに01と書かれた黄金色のね腕輪を装着したような感じになってます。この辺もかなり細かいね。いやー天使だね、本当に。この角度で見ると、本当、お迎えに来た天使っていう感じがしますよね。よくできてるなと思いました。はい。じゃあ早速ですね、細かいところを見ましたんで、題材にセットして完成させていきたいと思います。じゃじゃーん。はい、完成しました。初音ミク、15th anniversary、村上雄一バージョンですね。はい。実によくできてるんじゃないかなと思います。基本的には成型色が多い状態になってはいるんですけども、造形とかがね、バッチリできてるおかげもあって、非常にね、良い出来に見えます。はい。全然いいんじゃないかと思います。これ、計算バージョン開けるのが楽しみだね。はい。で、スオさんのやつがね、いつ出てくるのかちょっとわからないんですけども、スオさんの方もね、で次第レビューしてみたいなと思います。はい。で、この、15th anniversary のね、ミクちゃんの、この、村上雄一さんと、ケイさんと、スオさんの、イラストなんですけども、アクリルキーホルダーになったりだったとか、あと、ボードとかも出てましたよね。なんか結構グッズが多く展開されてるんですよね。はい。まあ、15周年のね、記念のフィギュアとね、フィギュアの、というかデザインになってますので、せっかくなんでいろいろグッズを出してみようという感じだと思うんですけども、はい、かなりね優遇されてていいなと思います。特にね今回ケイさんも描かれてるので、ケイさんのグッズが手に入るっていう意味ではかなりねいい感じっていうか個人的には嬉しい状態ですよね。はい。ボードとかアクリルスタンドか私手に入れてないんですけども、フィギュアを順次手に入れてねレビューしていきたいなと思います。はい。
はい、というわけで、初肉 50th anniversary、村上雄一バージョンの紹介でした。はい、基本的には成形色でできていて、塗装の部分とかは薄くなかった印象なんですけども、うん、でもそれでもよくできてるなと思いました。うん、やっぱり造形がよくできてるんですとね、本当に素晴らしいなと思います。うん、フィギュアの造形は大事だからね。はい。後ほどね、ケイさんのものをレビューして、で、あと、スオさんのものはね、また出次第レビューしてみたいなと思います。はい。ちょっと久しぶりのね、プライズフィギュアのレビューだったんですけども、はい。最近ちょっと仕事で忙しかったりとか、あと、マジミラの方で結構ね、マジミラの関連が多かったのと、それからあと、あれですね、ネンドロイドとか、結構出てきちゃってたんで、そっちの方を優先してね、プライズのね、レビューが遅れちゃったんですけども、はい。これから巻き返していきますんで、うん。見ていただければと思います。はい。というわけで、SPM 初肉、50th anniversary 村上雄一バージョンの紹介でした。紹介したのバシーと、メグとリンでした。はい、またねー。じゃあねー。またねー。メグとリンと、バシーから、お願いでーす。チャンネル登録、お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシアと、ミクとミン、チャンネルを、お願いします。